お待たせいたしました。お集まりいただきありがとうございます。ただいまより連合の2018春季生活闘争矢場場回答引き出し状況に関する記者会見を開催いたします。本日対応いたしますのは会長の神津、事務局長の相原、副事務局長内田、そして総合労働局長富田の4名でございます。資料は3点準備しておりますが、ただいまお手元にお配りしているのは2点のみになるかと存じます。まず、春季生活闘争共闘連絡会議回答速報のナンバーワン、本日14時現在の情報でございます。そしてもう一つ、中央闘争委員長名の2018春季生活闘争アピールをお配りしております。そして、非正規賃金の回答速報はただいま印刷をかけておりますので、出来上がり次第皆様のお席にお配りいたしますので、もう少々お待ちくださいますようお願いいたします。本日はまず会長の構図から本日午後2時までに引き出した回答について連合としての受け止めを、申し上げました後、ご質問をお受けいたします。では会長よろしくお願いいたします。はい、大変多くの方にお集まりいただきましてありがとうございます。今司会の大久保の方から申し上げた通りでありまして、現時点でのですね、回答を、集約をしているところでの受け止めを中心にまず申し述べたいと思います。お手元にですね、 A4 の1枚ペラのものをお配りしています。これは基本的には私どもその組織の内部に向けたものでありますけれども、現時点での受け止めについてもここで端的に触れておりますので、ぜひご参考にしていただければと思います。中ほどにも記載をしておる通りでありまして、これは賃上げがですね、この昨年を上回る水準、幅はありますけれども、相当程度高い水準のところもあるようでありますし、そのことを率直に受け止めるとともにですね、今日のこの第一の山場ももちろん大事、そしてここからが大事ということをかねがね申し上げてきておりますので、そういう意味ではそのここから先、さらにその交渉継続をしているところに向けてのですね、追い風となる回答状況、元気の出る内容だというふうに認識をしております。とりわけ一昨年からですね、底上げ春闘ということで、キーワードが4つあるねと、いうことを申し上げてきました。底上げ、ということに始まってですね、持続性、そして月例賃金、そして広がりと、いうことでありまして、ご承知のように月例のところでですね、答えを引き出していることの状況の受け止めについて今申し上げた通りだと思います。広がりということでもですね、ここのところはですね、底上げというキーワードも含めてなんですが、やはりその中小のところ、これ UA 前線であるとか、このジャムですね、かなり中小の組合を組織をしているところがですね、これまではですね、どうしてもこの第一の山場のところ大どころの状況を見て、その様子を見て回答を引き出す、ということがまずありきと、いうことがですね、どうしてもあったわけですが、いやもうそういうところ別に待つ必要ないと、いう形でですね、回答を引き出しかなり高い水準のところを含めて、出ているところがですね、やっぱりこれ昨年に比べてもですね、相当比率としてもですね、上回ってきている、ということはこれは大きい特徴ではないかなというふうに思っています。そのことを含めて、より広がりを持たせていくことが今後問われていくということだろうと思っています。そしてですね、今年の春季生活闘争はやはりこの働き方改革、あるいは働き方改革っていう言葉だけじゃありませんね、さまざまな多様な働き方におけるところの労働条件をこの上げていく、あるいはその足元ですね、この無期転換の問題もあります。そういったところに着目した、要求項目もですね、相当
これはもう目に見えて、昨年大幅に上回っていたわけでありまして、あの答えのところもですね、あの相当程度、まあ、これはさまざまなメニューでありますから、まあこれ集約するのは一定の時間かかりますけれども、今日の段階においてもですね、かなりいろんな特徴ある回答を得られていますので、まあ、後ほどまたそのあたり詳しく触れさせていただきますけれども、まあ、これもさっき申し上げた、皇族のところにとっての追い風である、あるいは元気が出る内容だというふうに思います。まあ、そのことをですね、まず包括的に私の方から申し述べておきたいと思います。それから今日はですね、基本的にこういう集中回答日におけるその会見ということでありますので、まあ、そのことがメインテーマではありますが、まあ、今足元の状況が状況ですので、まあ、後ほど時間帯はですね、少し仕切る形に司会の方からさせていただくと思いますが、政治課題についてもですね、一言触れておきたいと思います。今国会がですね、非常にもう混乱を極めた状況にあるというのはご承知の通りでありまして、財務省のですね、文書の書き換えが明るみに出て、まあ、そのことに端を発しての今の状況であるということです。まあ、私もかねてよりですね、この一強政治の弊害ということについて申し述べてきましたが、まあ、今回その、まあ、忖度ということに果たしてとどまっている問題なのかどうか、まあ、そこはこれから解明されていかなければならないというふうに思いますが、まあ、いずれにしても、まあ、その忖度っていうこと自体がですね、まあ、そういうことをですね、この霞が関の官庁が当たり前のように、この横行してしまうということ自体が一強政治の弊害以外の何者でもないというふうに思います。まあ、そしてまあ、これも言われていることですけれども、国会軽視ということでありまして、まあ、言わずもがなですけれども、国会というところは私どもが選挙で選んで、この託した人たちの集まりなんであって、そこに正しい情報がいかないっていうのはですね、これもう由々しき問題だと思います。今回もですね、その財務省のそういう書き換えということについてですね、まあ、本来であればこれは同じ国会議員として与党もですね、国政調査権をですねきちんと使って、そして検察に行ったままのですね、書類がですね手元に来るというのが筋だと思うんですけども、まあ、財務省からの要請で、その検察からその九段の文書がですね、提示をされたという、なんかこのことを一つとってもですね、国会の機能が一体どうなってるんだろうと、まあ、いうことのですね疑問を極めて大きく、まあ、せざるを得ません。非常にですね、まあ、ですからまあ、与党がまあどういう対応を取っているのかということ自体、まあ、今国会は空転を、まあ、空転じゃないですかね、一方的に職権でもってですね、この委員会が開かれているというふうに聞きますが、まあ、果たしてですね、そういう国民が真実を知る、そのためにその国会というものが機能しなきゃいけないということについてどう考えているのかと、まあ、いうことについて、これはもう極めて問題だというふうに思います。また こういうその状況を生み出してしまったということにおいてはですね、やはりその民主党政権が崩壊して以降のですね、まあ、野党のこのバラバラ感、やっぱりこれは一つにしっかりとまとまって、国会でのですね、そういう本来の機能を取り戻す、やっぱりそういう意識を持ってですね、まあ、しっかりと対峙をしてもらいたい、やっぱりそのことがないままにここに至ったということが、今日の状況を生み出したというふうに私は思いますので、そういう政治構造そのものの問題として、ここは野党としてしっかりとした大きな塊をもう一度取り戻すということをですね、ぜひここは真剣に考えてもらう必要があると、まあ、いうことを冒頭申し述べておきたいと思います。まあ、この後の進め方も先ほどお願いした通りでぜひお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではここから質疑応答に移ります。最初にいくつかお願いを申し上げます。
まず、通常の連合の記者会見より広い会議室を使っておりますので、ご質問ご発言の際には必ずマイクを使っていただきますようお願いいたします。また最初に所属の組織とそれからお名前をお願いいたします。今会長が申し上げました通り、まずは春季生活闘争に限定してご質問を受けたいと存じます。政治課題を含めまして、その他の事項につきましてはその後でお願いいたします。ではまず、手元にお配りいたしました今、非正規の、回答速報もお配りしたかと存じます。まだ手元にない方いらっしゃいますでしょうか。大丈夫ですね。はい、ではまず、総合労働局長の富田よりお配りした資料につきまして説明を申し上げます。すいません、今皆様方にお配りをしております、共同連絡会議ごとの回答速報につきましては、本日2時現在厚生組織から報告のあったものということになりますので、明日以降も回答予定日がありますので、現時点での回答速報というお受け止めをいただきたいというふうに思います。それから第一選考組合の要求状況回答状況の集計につきましては、3月16日に第1回の集計の結果ということで、この場でまたご報告をさせていただく予定となっておりますので、今日段階において集計のご報告はないということを申しといておきたいというふうに思います。で、今日現在、2時現在までの回答の引き出しの状況でございますが、お手元の回答は全部で97の組合からの報告となっており、昨年同時期が83組合でありましたので、昨年を回るペースでの回答引き出しが進んでいるということになろうかというふうに思います。それから、表の真ん中のあたりの白い、白抜きになっているところが、本年の回答の状況になってございますが、全体を調べて、冒頭会長が申し上げましたとおり、昨年を上回る基調での回答引き出しの状況もご確認をいただけるかというふうに思いますので、そのことも合わせて、ご覧をいただければというふうに思います。それから、最後に後からお配りをしましたのが、非正規の賃金の回答の状況でございます。こちらにつきましても、97の、引き出しを行った組合の中での、非正規の、状況のご報告ということになりますので、ここにつきましても、随時回答が、順次、更新されていくこととなろうかというふうに思いますので、現時点ということでお受け止めをいただければというふうに思います。私からは以上です。失礼いたしました。では改めましてここから質疑を受けたいと存じますので、ご質問のある方はまず挙手をお願いいたします。はい、では一番前の方お願いいたします。本日はありがとうございます。ブルームバーグの高橋と申します。2点お願いいたします。まず1点目なんですけれども、今回政府の方から 3% の賃上げ要請がなされていたと思います。ただ3% の定義をめぐっては、ボーナス含めた年収ベースですとか月額ベースとか少し曖昧なところがあるんですけれども、連合の考える 3% の定義について教えてください。と2点目なんですけれども、また今回はその企業 の, 発表でも 3% に言及があるなど、各社とも 3% を意識した春闘になったと思います。でこれが今回の春闘にどう影響したのか、その評価について教えてください。お願いします。3% というのは総理が、経済界に対して言っている中で触れられたものですから、私もに対して言われているものではないと思いますね。それで、受け止め、その経済界の方のね、いわばだから労使の使用者側の方の受け止めっていうのは、それは様々だったと思います。で肝心なのはやっぱりこっからだっていうことですんでね。で今の今日時点での受け止めも様々ということだと思いますし、3% っていうのは、いわゆるその提唱なども込みで、あるいは形もね、必ずしも月例だけではないっていうようなことではあったと思いますが、私どもの要求方針っていうのはご承知のように2+2の 4%、ということですし、基本的にはですね、低所なり賃金カーブ維持っていうのはそれぞれの制度によってどうなのかっていうことですんで、肝心なことはですね、賃上げの部分、いわゆる世の中でいうベアに相当する 2%、ということでしたので、私どもはその
まあ、総理の発言以下にかかわらず、基本的には労使交渉でしか、結果は得られませんので、まあ、今日の段階でですね、この回答を得られているところは、まあ、それぞれがこだわりを持った交渉展開をして、でこれはやはり、まあ、労使での交渉事ですから、この着地点をどこに見出すか、まあ、ギリギリのところ、まあ、真摯な話し合いを繰り返した上での答えだと思ってますので、まあ、その内容の受け止めについてはさっき申し述べた通りだと思います。まあ、私ども政労使でですね、やっぱり今の経済の局面からして賃上げを相当程度実現をしないといかんということは、これは共通の認識だと思っていますから、まああんまり数字にどうこうっていうことよりもですね、やっぱりそのことに向かって力となりうる回答なのかどうか、まあそのことで私どもとしては評価をしていきたいなというふうに思います。他にいかがでしょうか。はい、では一番前の方お願いします。すみません、朝日新聞の新江川です。ちょっと今の質問とも少し重なるんですけども、政府はまあ 3% 以上ということで、まあ、最初に言って、まあ、その後でまあ順当始まってきたわけですけども、で、まあ、回答を見るとまあ、全体で 3% 以上というところはありますけど、ベアと低唱だけを見ると、まあ、それを下回っているような部分も、まあ、回答としてはかなり多くあると。で、まあ、政府が 3% 以上って、まあ、打ち出したこと、まあ、今日の時点 で、このでその後 その今日の回答を見てですね、まあ、そうして打ち出したことによるそのプラス面とかマイナス面とか考えていることがあれば教えてください。まずこれ 3% というふうにこの総理が言われるってことについてのね、私ども の受け止めということで言えば、この場でも何回か申し上げた通りで、やはりですね、そのトリクルダウン的発想がまだこの春闘ということに対してですね、まとわりついているところがありますんでね、そういう意味ではミスリーディングにならなきゃいいなと、まあ、いうのがね、率直な受け止めであったことは事実ですし、まあ、それはまあ、まさにこれからもですね、そこのところはあると思ってましてね、今日の回答状況というのはやっぱり今後に向けての一つの土台であるべきなんで、私はだからあんまりその、まあ、少なくとも私ども労働側としてはですね、 3% でどうこうというふうに考えたことは一切ありませんので、あくまでもその要求は先ほどの2プラス2でありますんでね、まあ、その下で、まあ、それぞれの構成組織炭素が置かれた状況なり、これまでの経緯に鑑みて、要求方針を作り、でその下で交渉を重ねてきたと、まあ、いうことですから、まあ、そういった中で私どもとしては、まあ、現段階で非常に評価できるなと、まあ、いうふうに思っています。だからまあ 3% についてどうだったのっていうことは、まあ、むしろ経営側にはぜひ通っていただければいいのかなと、まあ、こんなふうに思います。他にいかがでしょうか。はい、では後ろの列の方お願いいたします。朝日新聞の沢地です。トヨタの回答について数字が入っていませんが、まあ、これ会社側の回答以下に関わらずですね、その、まあ、春闘というのはある意味この各社がある程度数字をオープンにすることによって共闘を取っていくってところに意味があるんですけど、連合の集計でもこれ数字が入っていないっていうのは、これはどういうふうに受け止めればいいんでしょうか。これ当該 の、 まあ、自動車総連なりですね、あるいは当該炭素 の受け止めがどうかということについてはですね、私としてまだ、まあ、手元にですね、正式なものを得ているわけじゃありませんので、まあ、あくまでもその私自身の見方ということでご承知いただきたいと思うんですけども、まあ、いろんな側面があると思うんです。で私は一つにはですね、まあ、先ほど申し上げたようにトリクルダウンっていうことで頭が染まったままじゃダメだねと、かつてのインフレ前提の春闘の常識で物事を考えたらいかんと、まあ、いうことをずっとこう申し述べていますんでね、まあ、そういうことからすると、まあ、現時点、まあ、こういうことというのは、まあ、一つの形としてあるのかなと、
というのが私自身の受け止めです。ただ一方でですね、これはやっぱり賃金データとして私どもとしてはしっかりとその、把握もしですね、考えていく必要がありますから、それはそれで今後公正組織との間ではですね、しっかりと連携を取っていきたいというふうに思います。ちょっとさっき申し上げたことの補足で言いますと、やっぱりどうしてもですね、かつてのインフレ時代のその春闘でいきますとね、だいたい今日の集中回答日で出揃った数字でやれやれ春闘もうこれで終わったなと、いうことなわけですね。いやだけどこれは底上げということこそ大事なんで、かつてのやり方考え方でいった日にはそのむしろ格差が拡大してしまう一方なんで、今回もですからグループの中のですね、その会社の方が回答が先出てるとか、あるいは冒頭申し述べたようにこれは連合全体ですけども中小がですね、非常に水準の高い回答を、むしろも先に得ているところがいっぱいあるとか、いう形でですね、やっぱりこの今の時代のあるべき春闘に向けて形を模索しているっていうことがありますんでね、私は両面あると思うんです、さっき申し上げたように賃金データとしてということであれば、これは私どもとしては引き続き公正組織とは連携を図っていかなければなりませんけども、しかし今回の今のところの状況についてはですね、いろいろと示唆を含んでいるというところも私は少なからずあるというふうに思っています。以上です。追加でいいですか。そうしますと今のお紹介しているとこういう数字を出さない形での集計というのが来年以降も増える可能性があるし、それは決して否定的に捉えるべきではないという会長のお考えと、そういう理解していますか。いやいや、そういうことではなくてですね、要するにトヨタの場合はですね、いろんな形でその注目もされていますしね、やはりその水準というものを見極めて考えていきたいっていうところも少なからずあるんですね。であるがゆえの、今回、この今の時点でこういう形を取っておられるということだと思うんですね。で、そういう形でその注目される存在であるからこそ、さっき申し上げたように当該の労働組合なりですね、産別としてどう受け止めているのかっていうのは、これはそれはそれできちっと私どもも見ていく必要がありますんでね、さっき申し述べたのはこれも私自身のしかもそのトヨタの回答 その表現についての受け止めですので、もうその範囲にとどめて聞いていただきたいと思います。繰り返しになりますけどね、やっぱりデータというものはこれは非常に大事ですから、それとさっきの発言に補足することにもなりますけどね、どうしても上げ幅とかね、さっきのその 3% ということもそうですけども、そういうところの数字ばかりに注目が集まるということについては、私はやっぱりそのこと自体いささかどうかなのかなというふうに思うんですね。したがって連合としてもここ数年絶対水準というところに重きを置いていこうということを言ってますんで、そういうスタンスからしてもですね、いろんなことに一石を投じているっていうことは間違いないと思いますし、それは功罪両面あると思います。あると思いますが、私は一概にその否定的に捉えるということではないと、個人的な見解ですけども、そう思っています。はい、では、お願いします。どうぞ、仕方ありますけどね、今のそのトヨタの回答ではね、もうちょっと時間を見ておいた方がいいと思うんですけれど、JC 春闘が始まって40年になるわけですよね。その中でね、要するにその社会的影響力のあるね、炭素がね、日本語でね、回答を出すっていうのも異例中の異例でね、これ一つの今年のね、春闘の象徴っていうのか、企業の捉える産業構造とかね、組合が人への投資というね、あたりのまだ詰まってないと思うんですけど、これは JC 春闘40年から見てもね、異例中の異例でね、でこれは要するに、ね、炭素任せ、産別任せではなくてね、連合としてどうね対応されていくのかというのは一つのね、今後の課題としてね見てた方がいいんではないかと思いますし、でしかもパーセントだけが先行しててね、で中身がないわけですよね。
そういう点からいけば中小とかね、これからの戦いに対してね、まあ、トリプルバウンとかなんとかではなくて、そのどれぐらいね月利賃金が取ってるかっていうのは、これは今後の波及構造にかかる問題ですからね、そこのところに日本語でね波及せよっていうのはちょっとまあ無理だと思いますの で、そういう点はまあ連合としてもね、そのデータ上の問題もあるけれど運動的にねどうするかっていうのはぜひね検討された方がいいんではないかという、まあ、気持ちをね持っているのが第一点です。で、あと2つね言いたいんですけど、1つは僕は今年の春闘でね昨年上回ったっていうのはこれはもう非常にいいことでね、まあ、奮闘だと思うんですけれど、今年の場合は上がるだけでなく水準がね問題だったんではないかと思うんです。というのが去年の場合と今年の場合の環境というのはかなり違うわけですよね。で、そのあたりの環境を十分に取り込んだね水準になっているのかどうかというあたりでね、で、まあ、言ってみればその労働側の方も生産性向上運動とかね公正配分って言ってるんですけれど、まあ、今日出た大手金属の場合はだいたい経常利益は2桁ぐらい上がってるんですよね。で、ところがそのベアの配分を見るとだいたいね 0.4 から 0.5% でね、あまりにもまあ言ってみればその成果配分のところでね生産性三原則と言いながら、まあ、非常にこうまあ分配構造の歪みの問題でねどうなのかという見解を一つお聞きしたいのと、それからもう一点はその水準でね、このまあ言ってみれば去年プラス500円で、まあ、1500円とかね、そういう水準を果たしての物価分を、ね、確保できているのかどうかね、というあたりもぜひ、ね、検討しておく必要があるのではないかと思っていまして、で一時金を入れればいいんじゃないかという意見もありますけれど、やっぱり月例賃金でね、まあ、今後 の個人消費とかそういうあたりでもって物価を下回る、ね、というあたりではこれはまあ言ってみればその賃金デフレ、ね、の危険性もあるわけで、そのあたりについてその物価との、ね、関連をねこの今日の回答で見てどう見られているのかね、この2点についてお聞きしたんですけれど、まず1点目の方なんですけども、私はあれですよ、ですから連合としての見解だからこそさっきのように踏み込んだ発言をしたつもりなんですね。これはまあこれ繰り返しになりますけども、その炭素三別段階ではですね、まあこれやはり当然複雑な思いはあると思いますんでね、当然それぞれ、その金額ということをね要求を 金額でしてますから、答えも金額でっていう部分があるのは事実なんで、まあ、そこはしっかりと見極めていく必要あると思いますけども、まあこれも繰り返しになりますけどね、従来 その春闘の常識でもって、世の中がなんかこれでもう決まりだなとかいうふうに見られたら、これは間違いだと思いますんでね、いやこれがベストかどうかっていうことはね今後検証していく必要あると思いますし、まあ、そこは見極めなきゃいけませんけども、私は一概に否定だけするつもりは全くありません、まあ、そこはまあ、ちょっと繰り返しですけどもね、そう見ていただきたいと思います。それからですね、足元の状況との関係なんですけども、確かに昨年に比べて企業収益の状況がねまあ、おしなべてみればいいことは事実で、ただこれも鹿さんもよくご存知の通りでね、やっぱり短期収益 の変動っていうのはやっぱりそこは基本的にはやっぱり一時金がどうそこで左右されるかと、まあ、いう構造だと思うんですよ。ただまあ経営者心理としてですね、昨年よりいい状況っていうことが、まあ、この月例のところのね答えにも多少やっぱり反映されてるとは思うんですけどね、ただ基本的にはやっぱりその月例のところはそのやっぱりマクロの経済状況だとか、まあ今回やっぱり政労使で認識を合わせてっていうことですから、やっぱりあるべき姿をまあよりその昨年以上にですね認識した中での回答ぶりだっていうふうに私は見てますんで、まあ、収益状況が好調なところは一時金についても満額の回答っていうのも少なからず見受けられるようですから、そこは私はそう見てます。ただ物価との関係ということについてご指摘の通りですから、ここはまあ実際に可燃度のところがどうかっていうことになり、あるいは今取り組んでいるその春闘春季生活闘争はやっぱりある意味物価上昇を先取りしなきゃいかんというところもありますんでね、ここはまあ振り返っての検証はちょっと先になりますけども、そこはおっしゃるところの意味合いは非常に大事だと思いますんで、
まあ、ここから先になりますけれども、十分に見極めていきたいと思います。他に、じゃあ、まず一番後ろの方お願いします。日刊広報チームの八木沢です。この、回答状況を見てると、小さな例えば UA 前線の MCC ユニテックユニオンというところが、5136の賃上げ分を勝ち取っています。確か三菱ケミカル、親会社は三菱ケミカルで、三菱ケミカルの回答を上回っているんじゃないかと思うんですが、それについて小津さん、一言あったらお願いします。はい、まあ、個別の銘柄についてどうこうというのは、私もその評価どこまでできるかというのは、個別の状況についての知見を持っているわけじゃないんで、そこはちょっと差し控えたいと思いますけど、やっぱり冒頭申し述べた通りでですね、非常に早い段階で、その様子を見ながらっていうことじゃなくて、自律的に回答をですね、労使でその決着見てるというところが、まあ、少なからず出てきてるっていうのは今回の、特徴だと思いますし、また中小が大手を上回るとかですね、子会社関連会社がの回答がですね、親会社を上回るということも、普通に出てきてますから、まあ、これは昨年もですね、そういう状況が出てきましたけども、今年はさらにその傾向がですね、強まっていくんじゃないのかなと、もうその兆しが今日の段階でも出てきているということだと思います。以上です。では続いて、廊下側の真ん中の方お願いします。TBS テレビの菅原です。よろしくお願いします。今回、小津会長、評価できるというふうにおっしゃってましたけれども、働き方改革で残業代が減ったっていうところもありまして、もしかしたら手取りとしては全体的に下がったんではないかっていうふうな評価もあるんですけれども、そこのところの評価お願いいたします。まあ、これ残業代がどこまで下がるかっていうのはこれからだと思うんですね。したがってそこのところは今後十分に見極めていく必要があると思いますんでね、これはやっぱり両々相まっていかなきゃいけないということだと思いますから、まあ、一方ではそのサブロ協定についてですね、やっぱりそこのところの、まあ、労使での考え方、目安をですね、やっぱり引き下げていこうと、まあ、いうことであるとか、まあ、いろんなその労使で工夫はされてるっていうことが、まあ、回答としてはあると思いますし、これからおそらく続々と出てくると思うんです。で、私はだからいかにそのやりがいを持ってね、やりがいを高めて働いていくかということが大事だと思いますんでね、やっぱり労使でしっかりと話し合いをですね、することができる、交渉によって物事をできる、まあ、そういった枠組みにおいては、まあ、あんまり油断しちゃいけませんけどね、そこのところで、ご指摘のようなことで、まあ、かえってマイナスになるっていうふうには思っていません。ただ、まあ、肝心なことは、まあ、ここからしっかり見極めていくと、まあ、いうことだと思ってます。はい、では今度は窓側の方お願いいたします。フリーの記者の森です。先ほどのトヨタの問題もそうなんですけどもね、ちょっと確かにこれしっかり話し合って労使で話し合った結果だと思うんですが、ややその個別企業の事情に配慮しすぎじゃないのかなと、まあ、要するに、組合側もですね、それから全体のことで言いますと、最近あんまり組合も賃上げと言わなくてですね、賃金改善とおっしゃって、なんか非常にこう経営側に遠慮しすぎてんじゃないのかと。それで最近人手不足ですからね、中小が回答がいいっていうのもそういうマーケットの事情が効いてて、労使で話し合ってるとは言っても闘争で勝ち取っているわけではないのではないかと思うんですが、その辺の事情はどう見ておられますか。はい、私は経営側にですね、遠慮してるっていうふうには全く思っていません。真摯に話し合いを積み上げたからこその、到達点だと思うんで、
いや、それはトヨタ労使においてはね、今回の形になっているということだと思うんですけども、まあそこはまあただ当該炭素のね、受け止めっていうのは、さっき申し上げたようにね、いやこれで心から良かったなっていうことかどうかっていうのは、まあ多分そこはそうじゃないと思いますよ。だからそこは十分にね、見ていく必要があると思ってますが、まあ私の立場からしてみればですね、今回相当多岐にわたったその内容メニューにおいてですね、話し合いを重ねて、中身を作ってきてるっていうことだと思いますんでね、そこは私の受け止めは別にその経営に遠慮したからっていうことでは、まあ、全くないというふうに思っています。まあ、それと賃金改善という表現にしてもですね、これはまあ私自身もですね、かつてまあ賃金のことをこう、まあ、主体に炭素にいた時やってましたんでね、まあ、自分の出身の鉄鋼なんていうのは特にいわゆる準備屋ということにこだわってやってたもんですから、まあ、世の中全体見渡すとですね、やっぱり普通の賃上げっていうのはいわゆるその基本賃金のところっていうことだけじゃなくてですね、最後だから例えば1500円なら1500円っていうのをどう配分していくかっていうのは、そこから先配分交渉をして決めるっていうのがむしろ世の中そっちの方が多いんですよね。ですからまあそういう中ではね、全体に共通して言える表現っていうのは賃金改善だなっていうことで、まあこれ連合もある時点からその言い方をこうしてきてますんでね、むしろそこはそういうふうに見ていただいた方がいいと思ってるんです。でやっぱり働き方においてですね、それぞれの働き方あるいはその役職も様々だとか、あるいはまああれですね、年代によってその子育てでお金がかかるとか、そういうことを含めてやっぱりそういう多種多様なニーズにどう応えていくかっていう中でね、各労使がですね、工夫をしていると、まあ、いうことだと思いますんでね、まあ、そういう中で賃金改善という言葉も普通に使われるように今なってきているというふうに私は考えています。他にいかがでしょうか。では、カメラアナウンスの直前の方お願いします。北海道新聞の井上と言いますけれども、その働き方改革なんですが、その日立製作所がですね、勤務間インターバル、まあ、導入とかで決めたっていうのを、まあ、そういうのもあると思うんですけれども、その働き方改革をめぐる、まあ、今日までの段階でのですね、評価どういうふうに評価されているかっていうところと、あとその昨年までより、まあ、要求項目が増えたっていうふうに先ほどおっしゃいましたけれども、その交渉段階でのですね、昨年との違い、まあ、今年の特徴っていうのをですね、教えていただければと思います。はい、ですね、日立労組のその勤務間インターバルですね、これはまさに私もその一報を情報として聞いたのみですので、まあもう少し詳しいところは把握していく必要があるかなというふうに思ってますが、まあ一言で言えば非常に評価できる話だと思います。これ例の働き方改革実現会議でもですね、まあ途中から総理に連合と経団連で話し合って、まあ骨格決めてくれやみたいなことになってからですね、これ私どもとしてはやっぱり過労死過労自殺をですね、そのなくしていく上での私は最大の決め手、これインターバル規制入れることだと思ってましてね、まあ、そのことはやっぱり組織を持つ我々自身が率先していかなきゃいけない、まあ、経団連の間のですね、最終的な合意においても、まあ、これ努力義務ですけども、これ入れていこうやというふうになったわけですんで、まあ、そこのこの勤務間インターバルを入れるということの意味合いについては、まあ、ある意味包括的な労使でも一致をしているというふうに思ってますので、まあ、しかしそれをこの実践につなげていくというのは、これはなかなか大変なことですのでね、まあ、そこを回答段階でこの明確にしているというのは私は大いに評価できることだと思います。で、したがって働き方改革だとか多様な働き方、そのメニューに応じてっていうのはですね、まあ、それこそ賃上げのその回答のように数字でおよその判断がつくっていうのとはちょっと違うもんですから、まだ全体をこの集約しているまださなかではありますけども、要求段階からしてもですね、まあ、さっき申し上げたそのサブロ協定についてですね、
これ改めてきちっと目標感を持っていこうやと、まあ、いうようなそういう要求もかなり見受けられたようですし、まあ勤務間インターバルについてもですね、昨年以上に要求をしたところが出てきています。あるいはそのまあこれは労働時間ということじゃありませんけども、その向き転換、これもまあタイミングがタイミングでもありますんで、まあそのことを取り上げている労働組合も相当あります。まあそういう意味ではこれはもう包括的な、まあ印象も含めてですけども、まあ非常にそこのところは従来にも増して相当にこの交渉テーマとして取り上げてきていると、まあ、労使でそういう話し合いが行われているということだと思います。やっぱり労使関係の中でこの辺のことは具体的にお互いが納得する形に決めていかないと、法律がいくらできてもですね、労使で納得するものにしないと機能しませんから、私はこの傾向は非常に大事なことだというふうに思っています。以上です。他にいかがでしょうか。2018春季生活闘争に関係するご質問、特に後ろの方、私からは見えづらいんですが大丈夫でしょうか。もしあったらとりあえず区切ってもらって、はい、まあ、後で訴求していただきます。ではここで一旦区切らせていただきまして、この後、残り時間5時まででございますが、春季生活闘争に限らずご質問を受けたいと存じます。いらっしゃいませんか。あ、はい、後ろの方どうぞ。共同通信政治部の飯川と申します。政治課題について2点伺います。野党の国会対応なんですけれども、先ほど会長述べられた通り、森友文書改ざん問題をめぐってですね、野党が審議に応じていない状況が続いています。与党側の責任を問う声がある一方で、国会審議、国会論戦の場で野党が政権を追及してですね、問題の真相を究明すべきだという声もあります。この一連の国会での野党の対応について会長の評価、考えをお聞かせください。はい、これは多分両論あるんだろうと思うんですね。で、したがってそこのところは野党の中でしっかりと、そしてやっぱり国民がそこのところをどう受け止めているのかっていうこともしっかりとアンテナを立ててですね、認識を持ってですね、臨んでもらいたいなと、まあ、いうふうに思いますね。でちょっとこれは冒頭言えばよかったかもしれませんが、やっぱりその国会としてのその機能、本来のですね役目を果たしているんだろうかと、まあ、いうことの問題意識としては、私もう一つあるのはですね、やっぱり今回のこういうその状況の中で、本来その国民の生活をどう守り向上させていくか、その密接に関わるような法案のその審議というものがですね、果たしてどうなのか、まあ、これ予算審議そのものもそうですし、やっぱりその仕組みとしていかがなものかなというのは、これ私自身率直な思いとしてあります。まあ、予算委員会というのはその国政に関わる重要事項は何でも取り上げていいんだということになってますから、まあ、今のルールでいけばですよ、まあ、それは予算委員会の中でこの足元のこの問題が取り上げられるということも、まあ、それはあるんでしょうけども、これだけの問題になった以上ですね、本来まあ切り離して何か別の委員会を持つとか、別のそういうそのこの真実を解明する機能を持つとか、まあいうことがこの行われて、予算審議はですね、正々と進めるとか、あるいは私どもにとって極めて大きな関心を持つ、まあ重点を持っています働き方改革の問題ですね、まあここについても、まあこれは法案審議そのものはここから先ということですけども、これはやっぱり正々と議論してもらいたいと思いますし、まあ、冒頭申し述べた、この間のこういうその一強政治の弊害、あるいは野党がバラバラ感がそのどうしてもつきまとってですね、一つの塊を持ちえないということの弊害が、そういうところにも表れてるんじゃないのかなと、こんなふうに思っています。以上です。
関連してそのバラバラ感が出ている野党連携についてもお伺いします。会長、従前からの立憲民主、希望、民進、このまあ旧民進勢力3党のですね、連携の必要性を強調されておられますけれども、まあ、現時点で立憲民主党は独立独歩 の路線を崩していません。その中でまず今その希望と民進、この2党がまあ先行して合流をしようという形で模索をしていますけれども、この動きについての評価をお聞かせください。はい、おっしゃっていただいた通りで、やはりこれは大所といいますか、もともと民進党であった方々が中心を成しているやっぱり3党はですね、やっぱり一つの塊ということをやっぱり常に志向してもらいたいと思いますし、一挙にということが難しいとしてもですよ、やはりその国会対応はきちっと足並み揃えてもらいたいというふうに思います。また政党としての姿形においてもですね、やはり私どもは二大政党的運営というのが本来のあるべき姿だというふうに思っていますから、やっぱりそこに向けて努力は重ねてもらいたいと思いますし、これも一挙にということが難しいということであればですね、やっぱり着実にステップは刻んでもらいたいと思いますので、そういう中で今いろんなことが模索されていると、ご指摘のところも含めて私どもとしてはそういう理解をしています。はい、はい、他にいかがでしょうか。いらっしゃいませんか。はい、では、いらっしゃらないということであれば、これをもちまして連合の2018春季生活闘争山場の回答状況、引き出し状況の、記者会見を終了させていただきます。お集まりいただきましてありがとうございました。お配りいたしました資料はこの後さらに最新データを付け加えまして連合のホームページの方に、掲載をいたします。またすでにご案内済みでございますが、あさって16日午後4時、この同じ会場におきまして第1回の回答集計結果につきましての記者会見加えて、説明会も開催いたしますので、こちらの方にもぜひご参加をよろしくお願いいたします。こちら の, 16日の記者会見は本日、ご対応いたしました4名に加えまして、5つの、部門別共闘連絡会議の代表であります5名の連合副会長も、出席をいたします。こちらの取材もどうぞよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。